はい、どうも、チョリクです。本日はですね、ゴリランダーオーニューラ偽装構築になります。まあ、この2体めちゃめちゃ強くて、ゴリランダーオーニューラっていうと、ゴリランダーのグラスフィールドからオーニューラ、グラスシールオーニューラを展開して、軽技発動させつつ、まあ、B 上昇させて、でね、剣舞積んで全抜きしていく、みたいなね、構築を思い浮かべると思うんですが、今回はね、先発、タスキ、毒種オーニューラで、まあ、毒菱巻いたり、まあ、対面処理して、裏のね、ゴリランダーが今回 HB 宿り木型になってます。で、このね、宿り木とオーニューラが結構相性良くて、宿り木プラス猫魂がめちゃめちゃ相性がいい。ね、本当にこの2体強かったので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが、イーユイ、カイリュウ、ガチグマ、ツツミ、ミミッキュー、オーニューラと、さあどうしますかね。まあ、オーニューラから入るか。オーニューラが一番無難そう。ゴリラとか投げるか。あと1、リンルーかな。うん、これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発、ガチグマ。あれ？あ、まあまあ、でも悪くないか。悪くないね。まあ、インファイトで殴ってこうかな、シンプルに。まあ、助けもあるし。あ、ちょっとガチグマ出しだけめんどくさいけど、ガチグマじゃない、ミミッキュ出しだけめんどくさいけど、まあ、ミミッキュに対してもフェイタルクロー刺さるから、あんまり悪くもないし。あ、まあ、フェイタルクローってもいいけどね。まあ、インファ打ちますか。オッケー、通るでかい。はい、強すぎ、オニューラいや、いいね。しっかり助け立てに殴っていけるの、神。よし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 。あ、カイルいる。どうしよっかな。フェイタルクローで殴っていくか。あ、そうするか。フェイタルクローで。ちょっと相手がね、なんか引け。あ、引かない。はいはいはい。これはしょうがないですね。いやー、神速あるかどうかだな。あ、食べ残し。はい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 。じゃあ、このタイプなら、どうしようかな。一旦リンルー出してもいいか。うん、そうしようか。一旦リンルーで。一旦リンルー投げて、ここ多分神速打ってくるんで、まあ、リンルー投げましょう。相手は神速、OK、いい。ラス位置見たいなぁ。まあ、一旦ステロから入りますか。うん、ステロで。この感じアンコールはないから、神速地震跳ね休め、なんだっけ、神速地震セロ、あ、神速地震跳ね休め、龍舞のやつだと思うから。オッケー、相手はイユイ投げ。イユイ？マジで？いや、でもこれやばいな。これ結構スカーフイユイで負けみたいな話ある。カタストロフィーの方がいいかな。草テラケアした方がいい気がする。マジで？ガチかこいつやるねー。まあ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 、まあ、ここはじゃあ地震でいいかな。放射 OK、 いいよ、いい処理できたのでかい。いや、どうだろう、まあまあ勝ってる気がするんですけど。あ、これでもあれか、いいよ、いい処理させて海流にって感じか。あ、それめんどくさいな。龍舞の起点にしようって感じかも。これだるいですね。あー、どうしようかな。まあ、ステロは入る。まあ、一旦オニラ出しますか。ここ、龍舞だと思うんで、ちょっと猫魂でね、独習のね、ガチャを引きに行きたい。まあ、最初ね、フェイタルクローで何も引かなかったんで、引いても文句は言われないはず。相手は跳ね休め、OK。それはそれで構わない。じゃあ、ここは猫魂打っていきましょう。ほい！引け！引かない。これはしょうがなくて。どうしよっかな。ゴリラから投げた方がいいかな。そうだね。ゴリラ投げて、で、宿り入れちゃった方がいいかな。宿り入れて。いや、どうだろうな。まだちょっとわかんないけど。まあ、負けってほどじゃないかな。もう一回ガチャ引けるんで。ここは多分相手神速しか打てず。で、ここね、ため残しの回復も入るんで、いや、これが強いっすね。まあ、宿り木からでいいかな。一旦ね、一旦宿り木打っていきましょう。ほっ、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 ほっ。相手は龍舞かな、多分。そうだよね、龍舞ある。まあ、一旦はたいてもいいかな。
一旦はたくか、オーニューラ引くか。ちょ、グラスフィールドの管理もあるから、一旦まだ畑でいいかな。ここワンチャンなんか殴られそうな気がするんで。アリウマいい。まだね。オッケー、ただこれで食べ残しはなくなるから、まあまあ悪くないんじゃないでしょうか。叩いて、いい火力。まあここオーニューラ投げますか。そうだね。オーニューラ投げで。いや、どうだろうな。まあ、神速もギリありそうだけどね。まあ、羽休めとかも打ちたいと思うんで、相手そろそろ。オッケー、よしよしよし。これでもう一回ガチャが引けると。ちょ、独身マジで引いてほしい。一応ね、3回目なんで。3回目だし、なんならね、フェイタルクローのガチャは失敗してるんで。しかもこれね、この、宿り木の種と猫魂が相性いいって話もある。いや、引かないか。そうか。まあ、しょうがないね。しょうがないしょうがない。いや、ハドレギア美味しい。いいね、めっちゃ回復するね。じゃあここ電流投げます。ここ電流投げて神速で倒してくれればもう一回ね、もう一回引ける、もう一回読書ガチャ引ける。ちょ、マジで引いてほしい。ここ多分相手神速しかさすがに押せないと思うんで。オッケー、しかもテラス切ってくんのでかい。よし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 。これテラス切らせたことによって相手のね、こっちのドラムアタックが通るようになるんで。よしよし、まだあるよ、まだあるよ。いや、ただゴリラがな、神速どんぐらい耐えるからな。相手はもちろん神速。痛い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 痛すぎ。まあ、ここは鬼ら出しでいいかな。うん、また猫騙しで削っていけるし。猫騙しで、猫騙し最強か。噛み合いがいいね、めっちゃ。毒種永遠に引かないけど、まあ3割なんでね、しょうがないっちゃしょうがないけど。猫騙し、いて、うわ、全然引かない。まあしょうがないか、俺はしょうがない。いや、どうしよっかな。もう一回引くか。いや、ここ神速しか打てないよね。ただここ神速しか打てないと思うから、ゴリランダー引いちゃいましょうか。まだ粘れる。まだ粘れる、これ。ゴリランダ出して。いや、どうだろうな。2体するかどうかだな。相手は神速。そりゃそう。言うて半分ちょいだと思うんだけど。オッケー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 。120か。ただ、宿り木。どうだろうな。次耐えるかどうかだな。100。乱数くせえな。120、OK、乱数っぽくはある。ここはドラマタックでいいな。神速、OK、耐える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 。耐える神、OK! さあ、ドラータで勝ちと。あ、よいしょ。OK、よし。これはゴリラオーディーナが強かった。素晴らしい。やっぱね、この、グラスフィールドとかで宿り木とね、猫騙しのシナジーもいいし、まあ、今回巻かなかったけどね、毒菱の相性もいいということで、いや、これは素晴らしかった。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが、セグ、ディンルー、カイルーサー、フゴーカミ、毒ガト、レギュビーのパーティー。いや、どうしよう。セグレイブ普通にめんどくさいな。オーニューラから入ろうか。いや、セグどうしよっかな、これ。結構しんどいな。あ、まあ、でもゴリラで水テラス切っちゃえば割と処理できるか。圧倒1そうだな。まあ、ディンルーとかにしようかな。ゴリラにテラス切りたいって考えると、いや、まあ、でもディンルーでいいか。ディンルーでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。あ、消えてる。相手の先発、羽ばたく神。まあ、悪い対面じゃないかな。裏神結構だるいんで、これはいいでしょう。フェイタルクローで。ムーンホース。一応ね、これ有利対面なんで、急所か。HB じゃなかったら相当有利対面だから、まあ、悪くないはずだが、まあ、C ラウンドどうでもよくって。あ、それ !OK、なんか引け。おし、神オーニューラのここが強い。よし。まあ、これはね、一応、毒引いてても、眠り引いてても、麻痺引いてても勝てるんで、まあ、これ一応若干有利対面。CS 神ならね。オッケー。しっかり、神処理していくと。素晴らしい。裏から来るのは、海流。神速ってきそうな顔してんな。どうしよっかなぁ。まあ、一旦人類出そうかな。そうだね。一旦人類でね。さあ、引いて、
アンコールまで警戒してるかどうかだな。でも新速自身アンコール型だったらゴリランダーで勝てるから、まあ一旦ステロから入ろうかな。うん、ステルスロックで。さすがにね、羽休め切るやつ今いないと思うんで、ここはステルスロックから入りましょう。裏サーフ号とかもありそうだよな。引っ込める。サーフ号わかる。ポリックとかじゃないかな、ここ。さあ、ステロ打って。まあでもカタストからでいいか、一旦。ポリックオッケー。わかる。よし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 。ここのカタストさすがに天才ね。さすがに神。あいつら思うんだる。カタストロフィー。いやでも逆に自信打った方が良かったかな。海流出されても別に困んないから、そっちの方が良かったかな。まあまあまあ。相手悪巧みなかったら別にいいんで、ここはカタストでいいでしょう。相手は自己再生、だるい技持ってる。どうしようかな。あ、外しだる。外しマジで一番だるいかも。あ、でもカタストでいいかな。自己再生だったらゴルラシャドーボールだから、リンルにやることもあんまりないと思うんだよな。ゴールドラッシュ、オッケー、構わない。結構強いな。ただちょっとこっちのリンルがね、お盆は奪われてるんで、あんまり体型も余裕もないから、どうしようかな。ここゴリラ出しちゃってもいいか。ゴリラ出しちゃいましょうか。C1 段階下がってるんで、相手もそんなに余裕はないはず。基本勝ってる寄りではあると思うけど、どうだろうな。相手 CS サーフ号のはずなんで、あんまり耐久余裕はないはず。さあ、ゴリランダー出して。さあ、グラスメイカー。相手はシャドーボール。オッケー、これは全然入んないよ。はい、効かなすぎー。効かなすぎーって言ったけど、思ったより入るな。C1 段階下がってるとはいえ。まあ、サーフ号強いんでね、やっぱり。しっかりね、リンルがね、トリックで回収してくれたのは結構悪くない。ここはまあ、畑落とす打っていきましょうか。ゴルラはさすがに打ちにくいはずなんで、一旦サーフが相手引きたいんじゃないかな。これね、しかも、ああ、突っ込んでくる。まあ、それはそれでいいっすよ。あ、D ダウンちょっとダメ、それは。畑、ふい。オッケー、まあまあ、倒せたからいいや。強すぎ。ゴリランダやっぱいいな。これ12しか振ってないんだけど、めちゃめちゃ火力出るね。素晴らしい。これワンチャンいけなー。なさそうなんだよな。龍舞？龍舞ない、ギリありそうだよね。龍舞あるかどうかによってね、ここの正解択が変わるんだよな。まあでも宿り切れ損はないか。ノマテラされなきゃ絶対耐えるし、てかされても多分耐えると思うんだけど、でノマテラしてくれたらね、リンリンの打点が通るようになるから、ここは宿り切れいいと思います。相手はノーマルテラス。オッケーオッケーオッケー。さあ、相手は神速。いや、これ耐えると思うよ、さすがに。オッケーオッケーオッケー。耐久すごっ。当てて、ナイス。いやー、オッケーオッケー。いいよ。いいよ、ゴリランダ。ゴリランダめちゃめちゃいいよ。これで食べ残しの回復も入って、で、さらに宿り着の回復も入っていくと。強すぎる、ゴリランダ。いいね。陰湿でいいですね。まあ、ドラータでいいかな。神速。そう、相手は神速打つしかないと思うんだよね、多分。これまだ耐える。多分66ぐらいか。次もワンチャン耐えるんじゃないかな。ひひ、火力。さあ、S 下げて、次も耐えれば勝ちだな。66でしょ。ワンチャン耐えそうじゃない。ヤドリギ強え、マジで。ヤドリギゴリラ強すぎる。どんぐらい？あ、オッケーオッケーオッケー。次耐えるな、これ。で、ここドラータでオッケー。神速、オッケー、耐えるよ。頼む、耐えてくれ。神。よし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 。あー、よいしょ。オッケー。しっかり倒しきって勝ちと。はい、対戦ありがとうございました。ゴリランダー強すぎないか？はい、いかがだったでしょうか？いや、しっかりね、この偽装構築の強さ見せることができたんじゃないかなと思います。まあ、やっぱりね、この偽装構築のメリットとして、この、今回特にね、ゴリランダー・オーニューラっていう、エースがね、オーニューラの構築に見えるから、オーニューラ先発がね、相手視点予想しにくいっていうのもね、かなり強いんじゃないかなと思いました。いや、マジでね、この並び強かったので、ぜひ使ってみていただけたらなということでね、本日のレンタルパーティーはこちらになります。まあ、なんかイメージ的には先発オーニューラで毒菱撒いたりして、この前紹介したね、海流サーフ号
とオーニューラ、オーニューラ先発で毒ビシ巻いて海流サーフボーに繋いでいくみたいな、ね、流れも非常に強力なので、ぜひね通っている方をね選出していただけたらめちゃめちゃね活躍させることができると思うので、ぜひぜひ使ってみてください。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いいたしますね。いつも高評価コメントいただけて大変ありがたいのでね、ぜひ今日もしていただけたらなと思います。またね、概要欄にツイッターのリンクがございますので、ぜひそちらの方からフォローもしていただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。